この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので笑ってくだされば幸いです。前回からのミッションはこちら。ご夫婦ですか。はい、栃木のアルパカ牧場に長締め王子の太一くんっていうのがいるみたいな。長締め王子、アルパカなのに長締めがすごいんですらしいです。面白そうそれ。今回のゴリパラ見聞録は初の栃木県アルパカ牧場にいる長締め王子の太一くんを激写する旅でございます。というわけでまずは博多駅から東京を目指すゴリパラ一行、6時間後新橋でレンタカーを借り目指すは栃木県の宇都宮。ナビがとんでもない到着予定時間を出したり、サイトがちびすぎてサイドブレーキの場所がわからなかったり、ビビたる問題が山積みでしたが、なんとか宇都宮に到着。宇都宮で餃子のキャラクターケンタ君を発見するも、なぜかゴリケン兄さんが喧嘩を売りすぐさま謝るという恒例のマッチポンプぶりを発揮し一婚へ。そこで斉藤が後輩の活躍を妬み羨ましがるという先輩としては恥ずかしすぎる思いを激白。そして僕が不覚にもロケ中に彼女の電話に出てしまったために奴らにいらぬことを詮索され、現在も彼女との関係がギクシャクしていることを告白して後編へ。寒いね。アルパカの動物園は那須高原にあるらしい。出たゴリケンリサーチ、はい、牧場ね。那須高原って有名ですよね。高原で一番有名じゃん。高原といえばせーのってさ、那須だろ。那須以外出ないわ。砂漠っつったらゴビだし。いや砂漠はあるでしょ。巡りながら行きますか。那須高原が合うかどうかだな。合うに関してすごく上から目線ですよ、ね、俺が合う言ったらここは流行るみたいなさ。九州豪華とか載せてほしいもん。アブーってゴアウとか。そうそうそう、それ本出せるもんね。日本のアウっていう。日本のアウ結構アソで出やすいっていうね。地元ビーキがすごいから。北海道とかに逆に厳しい。第2弾とかも焼酎に合うっていう。いやダメだ、アウの目的は緑だから浮気しちゃダメだ。焼酎に合うってもう弱っからそれは僕もさ意味が変わってくるもんね。最初はそう言うんですよ。で途中からやっぱ金に目がくらんでるから、一冊売れたら分からん人間なんて。グッズの話もなんか出てるけど、どういう文字を入れるかっていうのは大事になってくるよね。なんかなかったっけ。あの前斎藤がなんかいいの出した。何だっけ。センターオブ焼酎。あセンターオブ焼酎、うん、センター上、これそれもいいんだよな。ちょっと言えんかったけど若い人を取り込む、そういうのないのかな。無理でしょ若い子は。早い早い。いや俺もそう思ってたけど。サービスエリア1回寄ってこんだけ地図持ってくるの日本最大のトリックアート、那須トリックアートピアって。やっぱ落ちてるよね、パーキングにはスポットが。どうですか、トリックアート結構テンション上がるでしょ。これ映像でも分かんのかな、トリックアート。そうなんよ、そこなんです。俺が写真でお伝えできるから撮る方にもあるけど大丈夫。結構面白いと思う、ね、これ大丈夫大丈夫だな。番組的には問題ないんじゃない。いやそう、俺いらんみたいな感じになってるけど、俺のカメラワークでもこれカメラワークとかも決まってると思うけどさトリックアートに関しては仕事させてやったよ。そうなんだね、仕事を与えてあげてくれ。トリックアートってあのあれかな、 目ずっと寄り目して。違う違う、なんかが浮かび上がってくるみたいな。斉藤そんなほらテレビでさ点々撮ってもさマジで言ってるの浮かび上がってくるみたいなじゃない。違う何かに食べられてるみたいな感じになるとか。そっちの切り口か。そっちしかないでしょさあナス公園っていうか、何を持って公園かって。高い腹でしょ。高いだけか。低原ってあんのじゃん。それ平野じゃない。そこは平野になるね、うん、俺たち別に高くなった高原高い低いで生きてるわけじゃないから。観光地ですね、いろいろ。あ、那須高原ビール聞いたことあんな。有名よ、クイッとね。なんでそれ俺が飲んでゴリさんが売ってんでもいいでしょ。なんでクイッと行っちゃうのしょうがないされた俺今からトリックアート行って写真撮るだけなんだいやずるいよねゴリさん、トリックアートみたいな顔して。おいあ、トリックアートピ ア。さあ、着きましたよ。ここ絶対面白いね。ビンビン来てますね。ネゴシエーター頼むぞ。行かないよね俺行かない。ユニークな2人が行った方が。2人ともトリックアートみたいな顔してる。はい。あ、こっちだった、間違えた
どっち？ OK です。OKOK。駐車場には遊びが、あの猫とかね。あれどうですか？映像で見ると猫っぽいですか？いいです。え、いや、ダメでしょ。嘘でしょ。ワクワクが止まらないな。日本最大と。はい。遊び方の方を、はい、説明させていただきます。彫刻だこれ。本物は彫刻なんですけれども、はい、こちらはクリックアウトになってまして、カメラのレンズを通して見ていただいても一体感を、すげえ、一体感を楽しんでいただく、よりすごいですねこれ。え、だってこれ彫刻でしょ。彫刻でしょ。はい、ぜひ触って。ほら、福岡の端下手くそか。下手くそか、お前。おー、絵だね。絵ですな。おー、飛び出てる、足。あの、足は今、どちらに飛び出しているように見えますでしょうか。こ、手前に。では、ちょっと今度は向こう側に。こっちになってる。すげえ、はい、引っ掛けて危ないから。絵です。全然笑ってない。もともと笑顔だったから。全部やっていくのか。もう引退です。ちょっと足動かしてないかやっておきますよ。邪魔邪魔邪魔だろ。おーおーおー、こっち向く。うん、そうでしょ。おー、クソ出てるね。写真だとすごいね。うん、すごいなこれ。なんでこれ。トリックです。トリックです。お前バカ野郎。ワニをこうやって俺触ってるようになるとみたいな。おー、頭入れて。いや、お前関係ないやろ。お前、現実だな。これはお客様自身のトリックアウトになれるので。なるほどね。あ、ムカつくね、その子。すごいな、これトリックアウト。あ、いいね、いいね、これ。うわ、なんこれ。これもう、多分トリックじゃないんですよ。本物もうトリックというか、そのままもう描いたってことですか。今もうそっくりに描いてあるんですが、あとはこういったところ、ところどころトリックアウトにはなったんです。トリックの階段ですか。そうか、そうか。おじさん、あ、すいません。何してんの。いや、これ…トムさん、ちょっと…僕、俺、座るんで…疲れたね。疲れたね、座るね。一回、ちょっと休む。もういい。確かに。お、斎藤、うまいなぁ。ゴリさん、ちょっとなんかおかしい。ゴリさん、下手くそっすね。もうちょっと深くからね。あ、いいね、いいね。あ、いいね。あ、いいね。結構辛いから早くしてね。あ、これいいね。ちょっと、いや、本当に…早くしてね。座ってる。なんでこうなるんだ。超いい写真だねこれ。そうでしょ。2階もあるんですか。はい、2階もあります。こんなに見ちゃ失礼よ。みんなこれはもう俺のこと好きな感じや。そんな人この世にいるわけないでしょ。いや、うちの嫁に謝れ。うちの嫁に謝れ。しっけどなお前。いや、これまだ一つ目の若手ですよね。やばいやばいよ。どんどん行かないと時間が。すげえ見てくんすよあいつ。続いては隣の迷宮館へ。体が消える。えー、どういうこと。行きたい行きたい。町田くん、いや、これ記念じゃないですか。ダメ。あー、なるほどね。もっと首伸ばして。首伸ばして首ないよ。首伸ばして。首がないの。首、あの、ちょっとゴリさん、あの、やっちろに置いてきたからしっかり。何して。全然出てこないじゃん。ドン。ほんとないね。うん、もうトリックアートだろ今。生まれつきの体型や。トリックアートじゃない。首がないように見える。見える人間じゃなくてないの。あ、いいねいいね。めっちゃいいよお前。お前これ生首浮いてんの。一番ね、今までいろんな役見てきてるけど、うん、この生首役が一番いい。全然嬉しくない。うわ、すげえ。お前やっぱ生首のために生まれてきてるね。こちらのお部屋です。なんとお客様の身長が逆転してしまう部屋なんです。すげえ、なんか斜めになってんだ。すざまじいよこれ。ほら、はあ、気持ちがいいね。気持ちがいい。俺ちっちゃ、同じ場所に立ってたんですよ。いや、これ単独ライブのチラシやわ。あれ何これ。トド。人魚だよ。トドでしょ。違う、こことかぶっちゃダメなんですよ。頭が悪いですよね。セイウチでしょ。人魚だよ。
しゃいじゃったね。斎藤のあのわざとびっくりするのはあれ本当、うん、係の人全く笑ってなかった感じですマジでこの施設マジ福岡あったらもう情報番組のディレクターよだれ垂らすでしょ本当にちょっと待って見てこれ、はい、うわうわうわ何これハマーミーティング開催中今日ハマーミーティングこんなにハマるこの車で行く。いやセレナだからまずいよハマーは高いよ1000万ぐらいするんじゃねえかこの俺たちには関係ない話だ、うん、飯でも食べませんかレストラン蒸気機関車すごいそこ行こうか行きましょうここかここだこれだ遮断機あるやん本当だ遮断機あるこの電信柱はトリックアートじゃないよねほらほらぶつけそうになったよ今ここ本線駅みたいになってるどうやったあ、そうすごいよ食べ物が汽車に乗ってやってきます汽車 SL が運んでくる SL が運んできますんで嘘そうなんですえ、シュッシュ言ってんのはこれは SL SL です走ってます、本物が、はい、いや、本物走ってないだろ本物森さん、さすがに大事件でも多分中もうあのもう煙でもう大物は飯食えるレベルじゃないなんかちょっと 駅気分を味わえるというか SL でそうそう、うん、何やらゴリケンが話を持っていましたが今回はこちらで昼食をいただきます本日はご来店誠にありがとうございます有楽町行き発車いたしましたあ、落ちた落ちた有楽町有楽町のお客様はご来店ございません有楽町何これ助かるよテレビとして子供たまらんねお茶がこういう昔懐かしい駅伝駅弁の駅弁のごめんなさいおかしいでしょそうだった駅弁の方でした蒸気焼きっていうゴリさんが牛豚トントン焼きと蒸気焼きそう僕が焼きそばですいいね違うお客さんみたいになってるいやちょっとですね面積が足りないんですよ懐かしの味ですちょっとゴリさんエリア入ってこんとって俺やっぱりねあらもうエリアだったユーナのエリアフェンキーさんユーナのあららなんてゴリさん蒸気焼き蒸気でねああ。一人で鉄板焼きしてる人みたいな、うん、汽車好きすぎて達者店でしょ、うん、汽車好きはたまんないわ、うん、あのリアルにああいう鉄道とか飾ってるからさあ、まもなくでアルパカちゃんです森さん、はい、アウーは出ないですねちょっと観光スポットが多いからやっぱあれなのかね、うん、看板が多いね看板あるとやっぱ絶対ダメだもんな森さん厳しいよな混じり気があると思う絶対ダメだもんねまあどっちでもいいんだけどねあってもなくてもできればねお伝えしたいけど嘘つけないからねこれいや最近ちょっともう会う協会も金もらってんじゃねえかって噂だからねそういう公言からあそこのは会うせずにうちだけ会うくださいよみたいなちょっと金じゃ動けるかもしれないダメ、うん、50万会うなんか寂しげな道に入ってきちゃったもう冬の景色になってきましたね木枯らしだね木枯らしに吹かれてキョンキョン片思い切ない季節ですよねそうですねなんかありますもんこの時期の10月になるとやっぱこう何もしてないのにハロウィンじゃねえだろみたいないじりされんなあ仮装しなくていいよってそうそう切ないずっと切ないですね10月ですか基本的にはずっと切ないし帰りたくなってきた福岡に来た世界一人懐っこいアルパカを育てている人懐っこいのきつい土が柔らかいねそこえそここの人が太一くんですっていうのは分かるのかな俺たちが判断しなきゃいけないんじゃないいや流し目ってどういうこともうちょっとこういうこといやもうそうそうそう向かん向かんそれ流し目じゃないでしょあ、これどういうこと こういうことじゃないのそういうやつこういうことでしょあんなりしてる感じこれ流し目でしょケンちゃんもちょうどや流し目坂本龍馬のみたいな感じじゃないのあのこっち見なきゃいけないじゃない流さないと流さないと流さないとえ、どうすんの白目これ全流さないと
白目なんかしたことないもん。白目白目ってた白目面白フェイスだったよ。うん、うん、赤締めだって。そうかそうか。全然流さない。流せっつってんの。いるな。お、いっぱいいっぱいいる。めっちゃ可愛いやん、アルパカ。あったかそう。え、どれ？こん中に太一くんいんじゃない？俺分かった。嘘。絶対あれや。絶対。どれ？どれ？どれ？白いの見て。絶対あれ流し目でしょ、あれ。あれ流し目でしょ、絶対。これ？これのこと？この白いの。流してる。あ、流してる。流してるの。流してる。ちょっと待って。絶対あれ太一くんでしょ。これも流してるっちゃ。これじゃない？これじゃない？流し目の太一くん。これじゃない？これ俺流してない？ほら、これ流してるでしょ。ほらほらほら。太一くん？みんな大概流してるね。これも流してるよ。嘘。ちょっと流すってなんな？やべ、太一くんがわかんない。他にもあるね。まだゾーンがこうアルパカ一応3つほど。ここまで来て太一くん見つけれんかったらやべえべ。流し目だったけどね。みんなでもあれ見てあれ流し目じゃんって言ってたじゃん。うん、で俺何をもって流し目なのかがよくわからなくなっちゃう。いやだからこう正面向いてこう目を流すっていうことでしょ。うん、でこう切れ長な感じでしょ。切れ長っていうそれはもう目の形だから色気のある見方するってことでしょ。うん、こうじゃなくて、うん、こうって。そうだよね。流してんじゃん。森さんはさっきこうしてたよ。あ、そうね。そうそう。もうあの段階でもちょっとね。でも元々気絶しそうになったの。アルパカ自体の目ってちょっと垂れ目で。いや、そうね。あ、ちょっと待って、あれ全部、あれ今全部アルパカじゃないの？めっちゃテンション上がってるやん。うわー、もう超いる。これ無理だろ、探すの。これは無理よ。いや、多分別作になってんじゃないの。もうこの量のアルパカすごいですよ。これはちょっと。でもこのアルパカはこうお目めくりってしてるからこれ流し目じゃないってことよね。細いってことよね、目が。いや、で流してるってこと。いや、違う流し目はもうそういう動作で、うんうん、流してるだけでしょ。うん、これなんか言ってるのは多分切れ長の目。そう、切れ長の目。そうかそうか。まだ納得しない？まださっき言ったじゃん。いまいち参ったな。どうかこれ。これポニーでしょ。ちっちゃちっちゃ。あ、俺これ買いたい。ちっちゃいね。これに乗って天神歩きたい。うん、ポニー斎藤でしょ。めっちゃ写真撮られると思う。ポニー斎藤。いや、めっちゃいいわこれ。欲しいの？欲しい。欲しいの？このまま乗って行きたいよ。いろんなとこに。これ聞かな無理よ。いや、係の人いないんだよね。みんな繋がりができてるの。みんな写真撮ってる。あ、いた。え、マジである。みんな並んでる。見つけた。え、でも流してる？出た。斎藤が珍しく。興味示してるよね、可愛いとかさ。いや、モコモコだもんね。ほんと綺麗なんだよね、絨毯みたいで。でも俺は申し訳ないけど、あの馬がいい。ポニーはもういいだろ。ポニーアルパカよりもあのポニーに。絶対に面白いけど、ポニーを使いこなしたら売れると思うよ。欲しい。それ稲中の前のと同じ発想だからな。今回長締めポニーくん。ポニーくんじゃない、長締めの長締めポニーポニーに持ってかれてるじゃん。いや、ポニーポニーすぎるから。太一くんですか。太一くんじゃない、ゴリキ。ゴリキ、ゴリキ。はい、チーズ。オッケー。あの太一くんはどこに。太一くん向こうにいるんだよね。太一くん向こう男のエリアで。ありがとうございます。長締めのやつですか。いるんだ、いる。来た。やっぱいる。いるよ。いるね。よかったよかった。これでちょっと、あの、不安はなくなった。太一くん絶対別部屋、特別室用意されてると思うんですよ。なんかさ、太一くん。書いてあるけど。あ、太一、これ。いた。いた。いた。普通にいた。どっち？どっちかが富野くんなのよ。やべ。目がクリックリしてる。うん。これ間違いないね。大丈夫で。全然流さないね。奥じゃないね。なんかでも、はっきり言うともうみんな一緒だね。はっきりしない。若干目が大きいわ。はっきりしないですね。このために来たのこのために来たのか。いや、ここいいけどね。いや、いいけど。流し目っていうことだと今流し目はしてないね。明らかにほら、あーっていうリアクションではないよね、みんな。俺だって一番最初にいたやつが一番流し目だったと思う、あれ。太一くんもちょっと。太一くんか。ペルーからペルーの方。アルパカはペルーで有名なの。そうだよ、原産国ペルーだよ。原産国ペルー。俺右だと思う。俺左だと思う。俺右。白い方。うん。今はね、休み中。危ねえ、全然違うの。太一くんです。ちょっと分かるわ。全然違う。太一くん。これ太一くん。どこ。あのチビ。チビ。この子。
これこれ、あ、大地くん、目がでかっ、目おっきい、チュチュして、目でかっ、チュチュチュこれさ、チュ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 、はい、大丈夫大丈夫いや、なんで大地くん有名なの、長目のこう、うん、こう黒くなってるでしょ、うん、それで黒くなってるとこが流してるようになる、そうそう、あ、じゃあ目のこの形というか、まあ、縁取りがアイライン引いてるみたいになるんだ、ちょっと出しとくか、あ、いいですか大地くん、こう、おい、嫌なんすかね出るの、今ちょっとそんなことないだけど、もともと群れで住んでる動物なので、うん、群れから離れるとちょっと不安になってくる、ね、うん、なるほどね、高倉からわざわざ会いに来ました大地くん、かわいい、高倉来た、すごい、大地くんです、もわもわだよこれ、うん、ここのお目目、おお、お目目目がほら、トミさん流し目取ってよ、大地さん流し目一発ください、はい、流し目お願いします、すいません、はい、取って、先生お願いします、先生、あの福岡が来たんですよ、そうです、おお大地さん怒られてしまった、いやダメでしたね、怒られて、機嫌損ねてるから、ちょっとここはもう、先生すいません、仕事だかんな、ごさん正面向けて、はいはい、チャンス、はい、なかなか先生今行けんじゃないですか、今くるくる、前だから、ほら前だ、ほらほら、お、隠れてる隠れてる隠れてる、お、え、流してね、うわー壊れた、行きましたよ、行きます、行きます、皆さんお疲れ様です、大好きなアルパカに会いに行ってもらえて嬉しいです、オンエアが目に浮かぶようなショットですね、斉藤さん、ラマの時みたいにアルパカに追いかけられませんでしたか、あ、結構あの柵だったからね、動物嫌いなのも後で思い出し心配になりました、ゴリケンさん直接言えなかったけど私はゴリケン推しです、あ、嬉しい、実は昨日は私たちが入籍して初めての記念日だったので、皆さんに会えてミッションまで叶えてもらえて最高な一日になりました、これからも夫婦仲良くゴリパラを応援します、最後に、ペペさん結婚はすごくいいものですよ、どうもありがとうございました、あららら昨日ちょっとねおたくらがちょっといらんのと、あれなんかしたっけ、したよ結婚とかどう考えてんの、まだあんま考えてないです悪いことしたな、ごめん、おい気持ち全く入ってないな